い、ケイです。今日はこのひまシーを使ってね、これを潤滑油にして、で皆さんご存知のカッサ、これをしていくとすごく体にいいんですよっていうことで、少し掘り下げてご説明してみたいと思います。ね、もう単なる美容とかじゃないので、もうびっくりするような効果がいっぱいあります。ぜひ興味のある方は最後までお付き合いください。ではレッツゲッツスタート。はい、まずじゃあカッサについてざっくりとね、おさらい的にお話ししてみたいと思うんですけれども、ダイソーなんかでこんなプレート売ってるので、もう皆さんよくご存知なところではあると思うんですけれども、カッサってね、英語で表記するときにはグワッシャって言います。で、そのグワ、カツっていう、カッサのカツっていう字、これは削るっていう意味ですね。で、サ、これは英語の説明だとサンドの砂って書いてあったんですよ。砂でもいろんな意味があるのかな。あと他に、血液の滞り、そういう血液が滞っていることのことを、そのサの字ですね。そのサの字の意味らしいんですよ。なので、まあ、血液の滞りを削るということで、こう、スクレープしてね、こう、ガリガリ擦りますよね。することによって、血流を良くして、リンパの流れを良くして、それで、まあ、いろいろ健康効果だったり、美容効果を得ようっていうものが、このカッサの施術になるんですよね。それで、これはね、中国のご家庭にはすごく馴染みの深い民間療法なので、例えばね、私の友達で、日本人の友達なんだけど、中国人のご主人と結婚されたお友達いるんですよ。こういうカッサプレートがまだダイソーなんかで出る前の時代にね、その人の家でね、風邪をひいた人がいたんですって。で、風邪ひいて熱が出てきたってなるでしょ？そしたらね、そこのお母さんだかおばあちゃんだかがね、クォーターのコイン、これね、これと、メンタム、メンソレータムを持ってきてね、で、それをさ、背中にバーっと塗ってね、メンソレータムを。で、このコインでね、ガリ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 ね、引っ掛け始めたんだって。それで、もうそれを見た友人は、そのカッサのことなんかまだ日本で有名じゃなかったから知らなかったので、だからもう背中が真っ赤っかになっていくしね、そのおけつで、うん、こんなの使って何ガリガリしてんのってすごいびっくりしたみたいなんですけれども、まあそのぐらいね、中国人のご家庭では、もうなんか、あ、病気になったら血が汚れてる、だからカッサみたいな感じで、それもね、もともと中国のこのトラディショナルな道具ってスープスプーンっていうことでこれなんですって。これ使ったり、あとは動物の骨とか、動物の角、それからちょっと高級になってくると、やっと今出てきたようなこういうスタイルで、まあなんていうの、パワーストーンですね、ローズクォーツとか今流行ってますよね。あと翡翠、そういうのもこう綺麗に削って使ってたんですけれども、もう普通に一般家庭で使われてたのはこのスープスプーンだったり、あとコーヒースプーンだったり、これでもいいんですよ。あとはもうコインなんですよね、これ。これでガリ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 、もうそういうレベルぐらい浸透してるナチュラルケアなんですよね。それでね、日本では、まあ、美容効果みたいな感じで、小顔だったり、あとこういうところからこうガーッと上げてなんかリフトアップとかね、あとこう目の下とかこういうところのクマとか、たるみを消す、小じわを消す、あとは頭にこうやってこう頭痛が良くなるとか、頭皮が柔らかくなるとかね、あとこの辺やって肩こりの防止になるとか、まあ、その辺ぐらいまでがすごく一般的に有名な感じかなと思うんですけれども、もうちょっとね、専門的なところに行くとね、これはもう本当に全身どんどんやっていった時の話なんですけれども、まずね、 B 型肝炎に効くんだって。わーおって感じですよね。まあ、効くって言っても、これをやったら治るっていう話ではないですよ。ただ、効果がある、症状が緩和するっていう意味で、これはですね、カッサのこの施術後、これをやった48時間後にセラムマーカーっていう検査をしたんですって。マーカー検査ね。そしたら数値が変わったらしいんですよ。それで、肝細胞にある酵素の数値が全然向上していて、で、これ私は詳しくないんですけれども、数値 ALT とか AST とかっていう酵素の数値があるんですよね。その数値が示唆していた慢性炎症状態がとっても減少したんだそうです。あとちょっと私もよくわからないんだけど、TH1、TH2 のバランスなんかがすごく良くなったりとか、専門的なんですけれども、そう、数値的にとっても向上している検査結果が現れているそうなんですよ。循環を良くするってすごいですね。それからね、私たちに嬉しい、更年期障害。ここにもすごく効くんだって。でね、これはですね、80人の閉経前の女性を対象に実験が行われていて、1回あたりね、15分を週に1回だけ、それをね、8週間続けてみたんですって。
で、それで、80人中半分半分のチームに分けて、実際に施術を受けたチームと受けてないチームで、こう、効果を調べたんですよ。そしたら、その施術を受けたチームの、症状の緩和が著しかったんですって。で、どういう症状を指しているかっていうと、まず不眠でしょ？それから、イレギュラーのピリオド、要するに、生理不順、周期の不順、あとは情緒不安定さ、あと、倦怠感、そして、ホットフラッシュ。これもね、すごくね、症状が改善されたんですって。おそらくね、これは、経絡をこう、ずーっと全身流していくことによって、自律神経が整うんだと思うんですよね。それによって、まあ、いろいろ不調和だった、その更年期の症状っていうのが、とっても落ち着いたっていうふうに考えればいいんじゃないかなと思います。それから、まあ、そうだ、意外とそうだって思うところがね、母乳マッサージなんですよ。まず言われてみればその通りって感じですよね。で、これを、全身、特にでこの、胸の部分に、しっかりとマッサージをしてあげて、循環よくしてあげることによって、出産後すぐにね、すぐお乳が出るようにって、よく外来なんかでマッサージのやり方を教えてもらったりすると思うんですけれども、まあ、それに加えて、こういうのも使って、で、マッサージをしてあげると、これもすごく効果が良くって、お乳の出も良くなるし、あと乳腺炎みたいな、こう、詰まりも、解消できたりとか、和らぐそうです。それからね、あと面白いのがね、トゥレットシンドロームっていう、いわゆるチックとか咳払いですね。ああいった、神経精神疾患って言われる病気にもすごくいいそうです。まあ、これも、経絡を結局こう、刺激していくことによって、神経系統の緊張を和らげるわけですね。そうすることによって、こういった症状もとっても和らぐ。ほっほーっていう感じね。あとはまあ皆さんおなじみの偏頭痛、それから首の痛みなんかもすごくいいってことで。で、私は結構頻繁に寝違えるんですよ。どういう格好して寝てるか知らないけど。でも寝違えなんかにも効くから、ほんとしんどくて全然首動かないっていう時も、もうこれすごいお助けです。で、じゃあ次にオイルの話ね。まずね、一番トラディショナルな昔から中国で使われているオイルっていうのはピーナッツオイルだったらしいんですね。なんだけれども、まあ、昨今ではピーナッツアレルギーとかもよくいるので、アメリカでね、霊気スパなんかに行くと、まあ、こういうカッサのマッサージをセラピストに受けれるんですけれども、そういうところでポピュラーなオイルっていうのが、ココナッツオイル、スイートアーモンドオイル、ホホバオイル、グレープシードオイル、この辺の割とサラッとしたオイルがよく使われてるらしいんですね。やっぱりね、ビジネスにする人にとってはこう伸びが良くて、で、まあ、単価がいいものがいいと思うので、まあ、そういうところからもその辺選ばれやすい理由かなって思うんですけれども、でも、ヒマシューの肝臓の湿布なんかをご存知の人は、なんでここで使わなきゃダメでしょって気づくと思うんですけれどもね、このヒマシューの、リシノール酸、それからオメガ6、オメガ9、もうこの辺のオイルの効果といったら、サーキュレーションを良くすること、デトックスを良くすること、それから、炎症を抑えたりすることっていうことで、めちゃめちゃ有効なオイルなわけで、でね、ご存知の方多いと思うんですけれども、伸びが悪いです。だからマッサージに使うときはもうたっぷりつけてください。じゃあちょっとカッサのやり方ね、私もセラピストではないので、まあ、自分が調べた範囲でっていう話なんですけれども、ちょっとご紹介してみたいと思います。それでですね、ぜひ、ヒマシーを使うときって、もうこの、ベッタベッタしたら大変なので、こちらですね、私前に、コーヒースクラブのときでも、これ使えるよって言ったんですけれども、このダイソーのマジッククロス、これを手元に持っておくと、めちゃめちゃ使えるんですよ。はい、それではまず、顔からやってみましょう。ヒマシーを顔全体にたっぷりつけてから始めます。顔のさすり方は大雑把に言うと、額のエリアからスタートし、顎のエリアに移動する感じです。そして顔の中心から外側に向かって、一つのラインにつき10回くらいストロークしてみてください。目から上はこめかみに向けて流すようにし、目から下は耳に向けて流すようにします。決して皮膚を下に引っ張らないように、持ち上げる意識で行ってください。カッサによってリンパの流れを促し、老廃物の滞りをスムーズにします。これにより肌の細胞を活性化するので、コラーゲンの生成を助け、お張りが出ます。また血行が良くなるので、肌のトーンが明るくなります。これは頭の経絡ラインです。ぜひこのラインを意識してリンパを流してみてください。動脈は婦人科系など、膀胱系は自律神経など、胆系は肝臓などと密接に関係しています。全身においては基本的に頭頂部から足に向けて流していきます。
上半身についてはストロークに多少バリエーションがあるようです。中心を流した後、背中では外側に向かって、お腹では内側に、また胸は外側にと横の流れを作るパターンもあるようです。実際にこの写真を見ると、どのパターンで流してあるのかはっきりわかりますね。今までの資料を参考に実際家でカッサを行っています。今回は15分ほどリンパを流してみました。通常顔へのカッサはかなり優しく、体へはそれよりも強くこすって良いそうですが、施術を受けている方に力加減の好みを聞きながら丁寧にストロークしてあげると皮膚へのトラブルもないと思います。またカッサを行った後は1リットルのぬるま湯に重曹を大さじ2杯入れたものを準備し、そこにマジッククロスを浸して拭き取ってあげると、残った皮膜油や老廃物もきれいにすることができます。カッサ後に残るサと呼ばれるおけつの跡ですが、人にもよりますが、通常2、3日から1週間ほどで自然に消えていきます。こちらは胸やお腹のストロークのパターンのバリエーションです。中心から外向き、内向き以外にも時計回りも有効のようです。はい、ということでいかがだったでしょうか。人によってね、いろいろ出方が違って、でも娘なんかやってると、こうさーっとやるだけでね、ピンクになったり、あと他の写真でお見せした人たちとか、とんでもないことになってたりしたでしょ。だからまあいろいろあると思うので、どんな感じかぜひ試してみてください。それで今までね、もう暇臭もこれで何個目の動画になるかわからないんですけれども、もう最初にクレンジングをやって、で、頭に塗る方法をやって、それから肝臓デトックスもやって、で、コーヒーでスクラブやる方法もやって、あと目や口に使う方法もやって、これがもう6個目か。そのぐらい暇臭の動画もいっぱい出しているので、もし興味があって、まだ他のを知らなかったっていう方は、ぜひチェックしてみてください。では、また次の動画でお会いしましょう。See you next time. Bye bye.